で、これね、五不思議花園ってこれ兄弟ですよね。兄弟です。五二条と五醍醐も兄弟ですよね。兄弟です。この場合、またここで高等分裂が起きるということはないんですか？実は出てくるんですよ、それ。こういうことになります。1、2、3、4、5、6、7。で、問題はこの五二条を死んだときに、あの五太がどう動くかですね。そうです。だからこの国吉親王がおるんで、こいつをつけたらいいんですが、この話は、あの、高翔助さんの、議論なんですが、この辺は。要するに、高翔助さんは、あの、ここで国吉を出さずに五醍醐を出して、五醍醐、国吉というふうに皇位継承順位を作られ作ったと。だから、ここのところで、あの、いきなり国吉を切ると、10年後、国吉の次には、この辺が入ってくるけども、ここで五醍醐を切ったことで、皇太子候補を温存することができると。ということで、ゴーダ側の立場から言ったら、あの、そういう可能性はありますよね。で、幕府サイドも、あの、当然幕府がこれ出してくるときには、当然、その前には当然朝廷の方からプッシュがあって、まあ、当然、この五二条が死んだ後、この花園の後、五醍醐を立てる。まあ、この時に当然、まあ、あの、この辺のプッシュとかいろいろあると思うんですけども、最終的に、まあ、プッシュの結果、幕府が、の裁定は、あの五二条、あの五二条花園五醍醐の次は、これはゴーダサイドは五二条がちょっと、短いから、その分ちょっと色つけてくれやというふうに、言うたという話もありますけど、まあ、ゴーダとしては、とりあえず、大学寺統が天皇と皇太子を、独占することに成功したと。だからこれがうまくいけば、ここで皇統を幕府サイドの動かせばうまくいけば、こちらの皇統を根絶やしてこちらを正統にするという、まあ、落としどころ。いつまでも2つに分裂してたら、あのさっきもおっしゃったように京都の方多分結構困ってると思うんですよね。ただあの京都の方ではもうそこを自分らでは統一できない、幕府ももう統一どちらか潰すこともできない、そこで郷田はこういうふうにやったというのは、まあ、可能性はあの考えられてもいいかなと。ただ問題がありまして、さっき、ここでまた2つに分裂しないんですかと。いうんですけども、ゴーダがいつまでも生きてるじゃ、まあ、あれなんですね。ゴーダも、亡くなりますと、五醍醐と当然、こちらの方で争いができてます。で、問題がいくつかありまして、まずこの、国吉親王はどうも、あの、体があんまり良くなかったらしい。健康面に不安を抱えたらしい。まあ、そういったこともあって、どうもゴーダは五醍醐とその王子までは、認めるが、最終的にこちらに返せよと、最悪の場合は、まあ、できたらこうな、できたらだからあのこっからこうな、こうやって返す、最悪こうからこう流すというふうなことを、言うのですが、人が亡くなってみるとそんな話あったっけ、おいちょっと待てよと、ここの対立が激化すると。一方こちらの方ですが、花園は、生まれるの結構遅いですから、あの実は、直人氏に生まれるのは桜ヶ丘が滅びてからですから、花園はもう、こちらにあのわざわざ大使を戒める海大使の書通の、まあ、送って立派な皇太子としてやっていけるようにというふうなことを一生懸命言う方なので、こちらの方はまあ当面は問題ない。まあ、後にこの和人親王は直人親王を皇太子にするという形で、あの大どんでん返しを起こりますが、まあ、あのこの段階ではこちらは分裂はしないが、こちらは分裂を、し始めると。でこの五醍醐の倒幕運動がいつから起こり始めたのかというのも、これもあの議論がありますよね。まあ、一般には1324年の小中の変、1331年の元寇の変と、高知長介さん、あるいは五醍醐一さんなんかは、この小中の変っていうのは、なかったと。これは、あの、五不思議、あるいは、国吉サイドが五醍醐を引きずり下ろすための陰謀であったと。陰謀だった可能性が高いと。まあ、確かに小中の変って、なんかいろいろおかしいところも多いんで。私も小中の変はどうなんかなという字と思ってるんですけど、つうのは、あの、まあ、国吉親王が
承知の変があったら、多分そこで後醍醐が国を侵入した段階で、まあ、それだけの後醍醐はそれぐらいのことをやるか、期待するか。結局、この国を侵入が1326年に亡くなって、幕府は、皇太子和仁親王とその後の安仁親王、要するに最終的に、幕府の裁定は、皇位をこういうふうに、受け継ぐと。という感じで、両党設立は続ける。それから、大国寺党の嫡流は、後醍醐の子孫ではなく、国吉の子孫に回す、後二条流に回す。と決まるのが、この1926年で、ここまで倒幕する必然性があったのかなと、実はちょっと思ってるんですけどね。うん。というところです。1326年に、後醍醐の子孫のところには、皇位は来ないということになったということですよね。そうです。大覚寺党側は、この五二条の系統で行くと。うん。で、これと、寿命院党を交互に、皇位につけさせるとしても、後醍醐のところにはもう回ってくることはないと。うん。それが後醍醐にとって不満だったわけです。まあ、後醍醐にとっては不満でしょうね。結局自分のところに回ってこないというのが。後醍醐としては多分こうですね。そうですね。そこへ持ってきたわけですね。ただこれ、後醍醐というのは、本家内部でも主流ではないわけですね、この人。明らかにそうですね、こうなってくると。イメージとしてはね、後醍醐というのは、天皇家を代表して幕府を倒した後、ことになってますけど、これ見てると、後醍醐が京都を代表して鎌倉と戦うという、そんな意地にはないわけ。ないですね。花園と後醍醐は暴流で、まあ、だからこそ、うん、花園は一時後醍醐に新規を持ったというふうに網野さんなんかはおっしゃるんですけども、まあ、ある程度割引って考えてもいいかなと思う。花園天皇の性格を見ると、結構、要するには、なかなかこういつもやるじゃないか的な、結構上から目線、上目線の人なんで、花園って。後醍醐の倒幕運動と花園の危機感と、この危機感では何なんですか？天皇家を滅びるかもしれないと。後醍醐が倒幕なんかやりだしたら。うん。で、この和仁に送った、この、解体師の書では、後醍醐の倒幕計画だけじゃなくて、全般的に花園ってはものすごい危機感を持ってて、和仁親王が皇太子になった段階で、花園は解体師の書って送ってるんですけども、まあ、この1326年以降に、そこでは今は非常に危ない状況であると。世の中の連中は、日本は皇院一党で天皇家にずっと位が続いてきてるんで、これが言った国と比べた場合の日本すごいなんだけども、そんなこと言ってたら天皇滅びるでと、天皇亡くなっちゃうでということを、まあ、和仁親王に対して、訴えかけてるんですね。だから花園自身はこの、現状、さらに花園の神皇聖時と花園天皇 の、花園上皇のその手紙の差というのは、鎌倉幕府に対しても、現在鎌倉幕府に政治を握られているのは非常に悲しいというのは、実は花園の方であって、近房ではないというあたりも、実はちょっと注目すべきことかなと思ったんですね。これ、皇統が分裂してしまったら滅びてしまうと言ってるのか、幕府と戦うと、状況なんで、完敗したように、またあんな形で、無様な負け方して。花園の場合は1326年ですから、幕府と戦ってうんぬんというものではなさそうです。これ吉田スタッフさん創上というのがあって、これほんまにスタッフさんがいたんかどうかとか、いろんな、議論があって、こちらでは幕府と戦うと、やばいと、まあ、一般に吉田スタッフさん創上と言われてるやつです。ただこれ出された、あるいは出した人間をめぐっての議論はあります。ただこの吉田スタッフさん総上なんかを見てると、こちらは明らかに幕府に対する倒幕運動が、天皇の崩壊につながるということを後醍醐に訴えかけてるんですけども、解体師の書の方は現在のこの非常に世の中不安定な状況の中、まあ、はっきりとはないんですけども、世の中が不安定であると、平和の時ならともかく、一度乱れた時にはたとえ非常に徳のある天使でも情勢を保つのは難しい。まして、そういう難しい時期に、
ボンクラな天皇がついたら、天下ひっくり返るという危機感ですね。だから和人に、だからまあこの危機感つうのが本当にどの程度実体化されたものかつのこれ実はちょっと考える余地あると思います。花園を持ってたのは要するに一般論として、だからお前さんはちゃんと勉強しなきゃならないんだぞと言うてる、そういうレベルなのか、本当に花園がそういう危機を実体的に考えてたのかどうかっていうのはちょっとこれ議論の余地があると、いうふうには思いますけど、ちょっとここでこの画像の中での確認していいですか。はい。まず小中の変がなかったという、まあ、陰謀論ですね。はい。これに対する反証の一つが般若寺の文殊騎士像、これ何年ですかって言うと1324年なんですね。うんうん。で要するに阿弥陀さんが着目している伊賀兼光と門官ですね。これを阿弥陀さんは鎌倉幕府彫刻のためっていう、まあ、小中の変説ですね。で内田さんは普通の像であると言うんだけど、この間私がフィールドワークで行って般若寺で聞いてきました工藤副住職は、この文殊騎士像は通常の文殊とは違う信号を唱えるんだと、彫刻の信号を唱えるのがこの像なんだって話なんです。ああ、はあ、さらに中に書いてる胎内文殊は三尊合行なんだと、門官のお得意の三尊合行と彫刻なんだってことを最近山川は言ってんね、山川仁志は。だいぶ五座院のさんの陰謀論は危なくなってくるんだね、今ね、内田さんとかの。これかなり注意しなきゃいけない問題なんですよ。少なくとも般若寺では文殊騎士像、胎内文殊が出てきてる、あるいは彫刻用の特別な信号を唱えるんだっつってるんです。はあ、ははあ、そうするとやっぱり何かあったんだということになっちゃうと思うんだ。でもどうだかな、ここな五座説ちょっと危なくなってる、高知層って危なくなってくるこれでね。山川は書いてるでしょ、もう三尊合行説は。え、あ、山川って高校の山川仁志。あ、読んでないですこれでしたっけ、金ちゃん、そうするとこれが大問題になってきて、御座主張が覆る可能性もあるね。門官と三尊合行っていう問題になってくるわけです。これはちょっと慎重に扱ってください、ここのところね。だから、そういうことがあるんで。どっちが正しいとは私は今言えない。うん。うん、ただ、そういう指摘があるんだっていうことです。で、現実に般若寺でも、普通じゃない彫刻用の、これをやってるんだってことですね、文殊騎士像には。だから、なんか1324年にはある、可能性があるわけですね。うん。ただその彫刻が鎌倉幕府で評価するのは難しいんじゃないかな。まあそれはあるね。ただなんかとんでもないものに対して彫刻はあったことは確かで、うん、多分いや後醍醐が彫刻したのこの人ちゃうかないやー分かんない私はこっちの方がこっちを彫刻するのが手っ取り早いかなと思うんですけどね。親父いや甥っ子甥っ子ちょっと違うような気がするな。分かんない分かんない、それは私権力論できない。ただ私のフィールドワークの結果としてそういうことが出てきたっていうことだけは、参考まで。すいません、それ以上のことは言えない。小中の変陰謀説というのは誰が誰に対して陰謀を企てたと言ってるんですか。ね、この五夫要するに現時点で後醍醐が一番邪魔な人間っつったら、まあ基本的にこの国吉か御伏見なんですね、うん、だから、うん、そこでは高知洋介さんはこのどちらかで、後藤さんはどちらかこの御伏見による、後醍醐を引きずる地工作ではないかと。まあ小中の変という言われている事件が、うん、後醍醐を引き下ろすために出てきた。これ要するに後醍醐が直後にまあ、花園の手紙では花園日記では後醍醐天皇が関東は10位であると、
関東は10位である、天下官僚しかるべからず、ただあの謀反の共柄があれば、存分に処分せよということを言っていて、で、まあ、これ一般にはあの、要するに、あるあの手のひら返しで、あのそもそも鎌倉幕府が権力を握ってのおかしいんだが、幕府に謀反を起こした者があれば、存分に処分せよというふうに、まあ、言うてるように、まあ、解釈されるんですけども、あの校長助さんはそこのところ、要するにあの幕府が天下を握ってるから、わけのわからんことを思うと。後醍醐に対する謀反の共柄があれば処分せよというふうに、まあ、読んでいるというですね。高校の教科書的にはね、承知の変というのは、後醍醐が鎌倉幕府を倒そうとして、バレたという、うん、単純な事件になってますけど、後醍醐が陥られようとしていたというんですか、言い方もあるんですね。ちょっと私は賛同しない。うごめいてますよ、この頃から。そこでは論争があるということですね、承知の変の性格をめぐって。ということですね。どっちか言うたら、やっぱり、あまり賛同する人見たことないんですけどね。高知翔介さんが言い出して、そっから後田さんが取り上げるまで多分賛成する意見なかったんちゃうかな。まあだから一回、もう一回あの体内文書見た方がいいね、文書騎士さん。今のところ言ってるのは山川だけだから。うん。ただ私のフィールドワークでは特別な真言、長僕真言とは言ってる。さあ、それが誰なんだって話はあるけどね。うん、全くでその通りね、いろいろとありえるけど、まあ一回聞きに行ってよ、工藤さんとか。後醍醐から見てね、呉伏美か国芳、まあ、この二人が邪魔やという話あったでしょ。はい。で、国芳親王が邪魔やったのは分かる。国芳親王って後醍醐に対して、はよ、自分の方に声譲れ譲れって言ったんでしょ。うん。おじさん、ワンポイントリリーフちゃうんかと。うん。呉伏美が邪魔だったのは何なんですか。それは呉伏美は国芳の次を狙ってますから、まあ呉伏美もいつその次を狙ってくる、国芳の次を出てくる、要するにここを狙ってくるという点では、後醍醐からすれば、要するに自分一本、要するにまあ後醍醐、要するに大学時代に一本活動で、その中でもすでに呉伏美は敵ですよね。こいつは何とかしろと、で呉伏美からしたら後醍醐いなくなったら、もしかしたらこちらに回ってくる。あ、なるほど、はいはい。もしかしたらってぐらい、その当時大学時代強いの？ちょっと違うでしょ、それ。この頃大学時代の方が、いや、それ、実証できるの？いや、難しいかな。そう、思ったら処理が楽だっていうレベルじゃないの？実際違うじゃない？っていう疑問も出るよ。だってそれ、大学時と絶好調なわけでしょ？え？絶好調ですよね。今の説聞くとね。うん。で、それについて、実は、そこなんですよ。うん。誰も何も、大学時とがその頃どういう状況だったのかっていうのは誰も言わない。うん。で、一つ今考えてるのは、ね、1318年の、この問題ちょっと今考えたんですよ、うん、関東御免津軽線の問題、はいはいはい、酒となんかそのを積んでやってきたやつが、うん、越前の国で抑留されてまうと、うん、あれ一つ不思議なことがあって、うん、越前の国で抑留される、で黒島悟さんはそのとちょうどこの頃に越前の国でものすごいなんかそういう、あれが増えてると。なぜ越前の国でこういうトラブルが増えてるのか、まあこの頼船観光ということをまあ言うたんですけども、頼船観光とは昔からあるわけであって、なぜこの時期に越前で、頼船観光を利用したいわゆる、商船抑留問題が起こってるのかという話で、まず一つはこういったものが起こってる。で、もう一つは関東御免津軽線が、10年近く揉めた挙句に最終的に全面勝訴している。この辺のちょっとことをちょっと考えてみたことがあって、一つの、まあ、ポイントは、当時の越前が大学時代の御分国なんですね、これ。うん、そうですね。だから、極端に言ったら、
関東御免津軽船ってことは鎌倉幕府の船が、うん、鎌倉幕府の、うん、ありえるね、ありえる、ありえる、ありえるけど微妙な実証が必要だろうね。うん、この辺、鎌倉遺文でちょっとこの辺りの大乗院、まあ一番のポイントは結局、この三国港が大乗院の、まあ、いわゆる地頭が設置されていない本所一円領だったことが一つ大きなポイントなんですが、だから幕府としてはここ実は手出しできないですよね。で、越前の国の守護は当時後藤氏で特捜領ではない。で、うん、これね、日本海で唯一多分特捜領ではないんですよね、あれ。そうですね、うん、若さ、でも、そうだね、若さそれから越中のと基本的に特捜、あるいは地界権が、うん、まあ、守護をされている、あるいは守護国司をされている、まあ、ではから滅からダーッと、だからこのところ一種のミッシングリンクというか、うん、でこれずーっと関東から何回もこの本和という小この船の持ち主のもとに、まあ、ずっと勝ち続けるわけです。裁判で連戦連勝するわけです、当然ですが超関東を打ってるわけですから。ところが拉致開かないのに突然拉致開くんですね。これ突然大乗院が開かれるんですよ。で、私はちょっと今思ったのは、ちょうどその手のひら返した時期っていうのが鎌倉幕府の中で権力の動きがあった頃なんですよね。要するに金沢貞明が連勝についたと、うん、でこの金沢貞明に関してあんまり評価高くなくて、昇進者、現状保守、現状維持の、昇進者というようなイメージで捉えられがちやし、まあ、当時の連勝って基本的に皆身内人が権力を握ってるはずだというような形で、まあ、処理されてるんですけども、まあ、そこまで当時の執権は14、佐々木の、相方の執権高時は14歳なんで、これはまあほぼ力ないだろうけども、平の、頼綱の甥の長崎高綱と長崎縁起と、それから、まあ、足立時明、その辺のバランスの上に、まあ、練習の金沢貞明、そのあたりが関わってきていて、大学人にとってもそれ相応にはバックアップは取れるんじゃないかなとか、まあ、その辺ちょっと考えておるんですけども、だから、まあ、大学人党と自民党員の間で圧倒的に自民党が優位だったという形ではないんじゃないかなとは思ってるんですけどね。あ、私はもっと大学人党レロレロだと思ってますけど、もっと大学人党、うん、弱い。ああ、まあ、そこら辺は評価の違いで、まあ、うん、まあ、だからそこら辺では一回先生に、鳩野先生に播磨、東播磨の昭和石頭群を見に来てほしいなと思ってます。ああ、いや、これは決定的に重要なことだったと思うんですね。評価、あれは山川が間違ってんのかどうかってことですね。うん、まずその山川先生の論文いっぺん見てみたいというか、前にね、実は読んでないので、なんともそのところはちょっと申し訳ないんですが、読んでないんで、まあ、後で言います、これ単純な問題なんだけど、まあ後で言います、これ終わった後、ごめんなさい、ちゃちゃ入れて、はい、かなり今日は学問的にきつい話になってきてんで、お互いねすいません。で、本水もって、これ後醍醐としては、まあ、国吉は死んじゃいますよね。はい。放っておくとやっぱり寿命院との方に好意はいっちゃうわけですか。自分の子供に好意を上位しちゃうということはできないんですか、後醍醐としては。自分でも強行して高吉親王に強行する。はい。おそらくそれやっちゃうとそれだけの力はないんじゃないかな。で、後醍醐もそれは分かってるんじゃないかな。国吉の次は自民党に回すというこの約束を覆すには幕府を潰すしかないと。だから結局どの辺で幕府倒幕しかないというふうに考え出すかっていうのは一つのポイントになってきます、来るんじゃないかなと。
それがその1331年の現行の変の前ぐらい。うん、1326年あたりか、小中の変、もしくはもうちょっと前、1322年あたりの、ゴウタの死を契機としているのか、あるいはこの吉田房総城が早ければ1321年頃に書かれているらしいんで、もう1320年頃、要するに後醍醐が皇位を引き継いだ直後にもうすでに幕府を倒すしかないと考えているのか、この辺後醍醐はいつ倒幕を意識したのかというのはいろんな議論が当然あると。上限で言ったらもう即位直後から加減は1326年にはもうという、まあ、その大体だから1320年頃から1326年の間のどこかで後醍醐は倒幕を決意したはずであるとは思いますが、うん、でも後醍醐としても早く動かないと10年もするといつまで天皇やってるんだというプレッシャーになってくるんでしょ、うん、彼の場合1318年に即位してますから、1328年にはもう攘夷という話が出てきますよね。その頃には動き始めないといけない、うん、動いても鎌倉幕府というかこれまでの決め事を全部ご破産にしてしまうということをやらないと自分の子供たちに好意を伝えることはできない、うん、結局まあこの天皇家全体の約束に従う限りでは後醍醐は国こうなって自分が地点の君になる可能性は永遠に取られると。ちょっと確認なんだけど、はい、国が天皇になった時は地点の君誰になるの？多分新政の方ちょっと取らざるを得ないかなと思います。ねえ、じゃあ後醍醐はできないわけね。できないですっていうことだよね。一番のポイントは新政になって地点の君がいない不安定な大学等の知性ってことになるわけだね。ありますね、うん、じゃあ国吉からすると大変不安定ですね、うん、不安定ですね。どう幕府のバックアップを取り付けていくのかというのが一番大事になってきます。大久保さん方のね、うん、ついですね、弱体ですね。これはね、特にこう2つに分裂してますからね。こう後醍醐に悪魔についていくやつもいるし、国吉についていくやつもいるし、うん、あとこっちについていくね。これはもうこうとして大学寺とはこの2つにこう分裂すると、うん、これは大変なことになりますよね、うん、通常ね、そうなったからといってね、だからといってその今までの約束ごと全部潰して幕府も潰しに行ったろうというふうにはこういうギャンブルに出ないですよね、普通の人は。普通の人間はね。まあ後醍醐ちょっと変というか異常な人ですね。そこで普通じゃないですよね、この人は。これギャンブルに出て失敗した場合は天皇家ごと潰れちゃうという可能性もあるから、その吉田なんとかさんが変やって言ってるわけでしょ、うん、まあ実際には後醍醐は失敗したから言うて天皇家ごとぶっ潰そうという動きには多分ならないと思いますけどね。他にもこういう人だとか、まあこういう人だとか、こういう人だとかがいる以上は。あ、そうか。後醍醐が失敗した場合は、天皇家内部で、そうそう。異端だった後醍醐が、やっぱりダメだったね、うん、ということになると。いやいや、うん、私はそう思ってないよ。だから、後醍醐が失敗したから、室町体制できるわけですよね。やっぱり弱体化するわけですよ。まあそれは当然なんですけども、この段階での鎌倉幕府の意識としてはね、結果的に天皇の権威が没落するというのは事実ですが、後醍醐としては天皇の権威は上げようとしたわけでしょ。後醍醐としては当然、まあ倒幕によって倒幕してにというのをかけると自分および上がると思ったでしょうね。当然ですね、うん、で多分後醍醐は失敗したらどうしようとあんまり考えてないんじゃないかな。あ、このタイプの人。そうですね、うん、そこ考えたらできない。できない、うん、考えない人ですね。失敗したら、もしかして天皇ひっくり返るかもしれないので、そんなこと多分考えない、うん、そもそも失敗すると思ってない。まあ失敗したらそれでデイで、あとは それから後に考えるでしょうね、うん、そういうキャラいますよね、今でもね。で、この辺からしたら危なっかしいで見てらんないと。
真剣に止めようという人はいなかったんですか？いや、いましたよ、ね、この人ですね、吉田貞房は、五代醐の、育ての吉田貞房は、最終的に五代醐を鎌倉府に密告しますから、結局この原稿の辺が、一回失敗によるのは、この五代醐の乳母の夫である吉田貞房が、鎌倉幕府に倒幕しようとしてるから止めてくれと、うん、幕府に訴えてたんですね、これ。主上五無本ですね、まさに。無本なんですね。まさに主上五無本。天皇が無本を起こそうとしてると。思想史的にはすごい話ですよね。五代醐でも五代醐は始めちゃったわけですね。始めちゃったわけです。始めちゃいました。うん。うまくいったわけですよね。これうまくいきましたね。始めてみたら。やってみたら